俺最近よく飛脚の話をするんですよ、はい、江戸時代には飛脚という人たちが文章とか物を高速で運んでたんですけど、はい、鉄道とか自動車が明治時代になんて出てきて、まあ勝てないわけじゃないですか絶対。で飛脚は必ずそういうわけです。俺たちの仕事がなくなるじゃないか、どうしてくれるんだみたいなことを言うわけですよ、神谷さんみたいに。だけど逆立ちしたって勝てるわけないんだから、さっさと鉄道とか自動車調達して運送会社作りゃいいんだよねっていう。運送そのものがなくなるわけじゃないので、運送は自分の足で運ぶってことがなくなるだけであって、で自分が足が速いことが、まあ、サンクコストみたいになっちゃってて、うん、俺は足が速かったのにどうしてくれんだみたいな。だからあなたが今言ったのは、人間と頭いいのに人間より頭いいやつ出てきたら人間いらないじゃないかっていうのと同じなんですよ、うん、でもそうじゃなくて、これは俺たちの能力をブーストさせるなんか魔法の、あの道具だと思ったら、おすごいいいことが起こるよねっていう。だからこれ僕チャンスだなと思って、足が遅いやつでも運送会社できるようになったわけですよ、鉄道とか自動車の発明によってね、うん、いや同じでこれバカなやつが頭良くなれるんですよ多分、うん、あそうですね、頭が悪かったやつにはチャンスなんですよこれ、うん、入学試験とか例えば司法試験とかそういったものってこの生成 AI 使ったら合格できるんですよ、もうそれぐらいのレベルになってるんですよ、うん、ってことは何かの形でそれをもう接続しとけば誰だって合格できるわけです、うん、でそれはチートだとかっていうやついるんだけど、うん、何がチートだよと、うん、だって同じ能力を AI を援用することによってできるようになるわけだから、これは自分の身体拡張と一緒ですよ、うん、その目が悪い人が眼鏡かけてそうと何が違うんですかみたいな、そう、そういうことですよ。でもなんかもう行き先なくなっちゃうって感じしちゃいます。いやもうなんかマトリックスみたいな。あ、マトリックスですよ、うん、ある人にとっては AI との自分の融合が自分成分は 3% ぐらいしかない人とか当然出てきますよね。だけどじゃあ前にいる人が本当に AI の援用なしに喋ってんですかっていうことが分からなくなりますよね。だって例えばスマートイヤホンここに入れといてリアルタイムで喋る言葉を教えてくれればいいわけだから、神谷さんにこういうふうに言われたらこういうふうに返すみたいな。てかもうそんな AI って進んでるんですか、うん、いやいやこれはまだできてないけれども今あってもおかしくないぐらいのデバイスですよね、うん、それは。イーロン・マスクがニューラリンクって会社やってて、はい、思っただけでカーソル動かせたり入力できたりできるようになってんですよね、うん、思っただけで。そうそうそう、脳に差し込むんですけど、脳に差し込むんですか。それをちゃんと人でも実験し始めてて、うん、僕ねそこに対してちょっとニューラリンク必要ないかな説なんですよ、うん、自動車運転するときって最初自動車運転教習所で習うときってめちゃくちゃ意識しながら動かしてるじゃないですか、うん、だけど慣れてきたらほぼ無意識に自動車を自分の体のように認識せずに動かしてると思うんですよ、うん、でこれって接続されてないけどワイヤードされてないけど自分の体の一部として認めているっていうのがあって、これってが人間の脳の柔軟性なのかなと思っていて、ね、って考えるとワイヤードである必要ないんじゃないか説、うん、そうだと思いますし、最初は意識して練習しないといけないんだけども、うん、だんだん無意識になって、まあ、小脳にある種こう、転写されてそこで自動運転できるようになってくるみたいになりますし、うん、脳の仕組みがなんかその無意識に拡張されてる部分っていうのはあるのかなと思ってて、うんね、何かのコントロールにしても感覚器を非侵襲的に、うん、例えば触覚なんかを利用して何かをコントロールするとかっていうのも全然あるし、うんうん、まあ、逆に触覚を通じて何かのインプットをするみたいなこともあるのかなっていう、うん、普通にそれだけ考えるとその方がやりやすいと思うんですけど、うんうんうん、多分脳に直接アクセスできた方が多分できることも結構あるんですよ、ね、そういうとことかも狙ってんじゃないかと思うんですよね。コアは何かというと分からない、うん、AI と人間のその区別というか、この神谷さんは AI 純粋 100% オーガニックなのかそうじゃないのかみたいな、うん、そんな感じの議論になると思うんですよ、うん、だけどお前らメガネもしてるし整形もしてるし服着てるしみたいな、いろいろいろチートしてんじゃんみたいな、すでに人間ってもういろいろチートしてんだけど移動に車とか飛行機使ってんじゃんとか、うんうん、確かに。でそういうふうなこと考えたら別にその AI 成分が混じってたからといって何が悪いんだいっていう、だから逆にその
頭悪い人たちにとってはすごい福音になるんじゃないかなと思います、うんうん、だって何喋っていいか分かんないんだもん、うん、だからあのツイッターでクソリップを飛ばしてくる人たちってなんでこんなことしてんのかなって最初分かんなかったんだけど、構ってほしいんだよ。でも構ってほしいためには気の利いたやり取りをしなきゃいけないんだけど、気の利いたやり取りが思いつかないからとりあえず悪口言っちゃうんですよ、うん、でとりあえず悪口っていうのは絶対気にされるんでだからクソリップができるんだなと思ったらこれ幸せになりますよ。あのグロックっていうのはあの X にもそれなりの AI が入ってんだけど、はい、あいつアシスタントになってくれたらいいなと思って、うん、クソリップ飛ばす前にグロック使おうみたいな、ね、でもたまに今ありますよね、リップで僕のツイートを勝手に解析してなんか気の利いたというか、別に僕からすると気は利いてないんだけど毒にも薬にもならないようなあのリップを飛ばしてくる人いますよ、うん、それは AI を使ってなんですか？ AI を使って、もう明らかに AI を使ってるとしか思えないような丁寧な毒にも薬にもならないようなリップを飛ばしてくる人いますよね。だからそこもうちょっと工夫してちょっとウィットに飛んだリプをっていうようななんかプロンプト投げると多分そういうのが返ってくる、うん、でそれ多分 X とかはオートマチックにやろうとしてるんじゃないかなと思います。グロック使うみたいな、うんうん、じゃあもうもっとバズりやすくなりますね。いや発信側も明らかに X は最近レコメンデーション機能で戦いを煽るようなコメントを勝手に表示させてますよ、うんうん、タイムラインに。なるほどね。あのアップルも次の iPhone で生成 AI をこう搭載しようっていうような動きもあると思うんですけど、これ松尾さん何かこれも大きな転換点になったりするもんですか？アップルはあの他と違って、まあ、自社で開発するっていうか、はい、あのうまく使いますよね、うん、アップルはアップルなりの戦略があってっていうこと、2つフェーズがあって、はい、生成 AI って学習フェーズと推論フェーズであって、うんはいはい、まあ、学習って今のNVIDIA の GPU とかをもう大量に使ってたくさんのパラメータを処理させるみたいなことをやっていて、でそれをオープンにするかクローズドでやるのか大きく分けるとそういう戦いがあって、でオープンなものはさらにそこにカスタマイズを施してよりその自分たちが使いやすい AI のアドオンみたいなものをさらに学習させてそれを使いますよと。でアップルってやっぱりある意味エッジコンピューティング的なところがあるので、そこのその推論フェーズに特化したなんかそういうベンチャーも出てきてるんですよね。そういうベンチャーが作ったその専用のチップ、うん、NPU みたいなものをみんな作っていく、うんうん、でそういうのをアップルとかも作って搭載するのか、うんまあ、どうなるのかっていうのが、うんうんうん、あとはそのプラットフォームのそのライブラリー競争みたいなのがあるんですよね。クーダっていうその NVIDIA のなんかライブラリーがあるんですよ、その GPU を使うための。でそれが業界標準になっちゃってるんですよね、うん、でもそれたまたまなんですよね。いやたまたまっていうか、まあ相当前からもう15年ぐらい前からもうコミュニティを育ててるんですよ。そうですよね。であのすごいデベロッパーにまあいろんな支援をしたりとかやって、うん、みんな それで育ってみんなそれでできるようになってるので、うん、っていうまあそれの長年の蓄積ですね。でもうそれがデファクトになってそうそうそう、もうみんなそこの上にいろんなライブラリーを構築してるんで、うん、それ使わないと面倒くさくてできないみたいな、うん、その辺もあアップルはチップを要設計してるメーカーでもあるので、うんこれやっぱりアップルとオープン AI が組んだらこう世界に結構大きな影響が出たりするものですかね。今報道結構加熱してますね。そうまずオープン AI って基本的にマイクロソフトと、ねですよねはい、仲がいいはずなんで、はい、あれどういうことなのみたいな。マイクロソフトオープン AI 連合が AI のソフトウェア部分をアップルに対してライセンスするみたいな感じ、ビジネス的にはそうなるんじゃないですか。そうですよね。